トコ大学附属菊川中学校、高等学校。トコ大学附属菊川中学校、高等学校。トコ大学附属菊川中学校。高等学校は、静岡県菊川市半税にある私立の中高一貫校。男女比は4、6で、生徒数は約1100人。菊川キャンパス内に1977年、昭和52年に創設。 運動部、春4回夏6回神宮1回計11回、2017年全国大会出場、2007年4月27日、徳派学園菊川高等学校野球部にて、日本学生野球憲章第13条に違反し、特待生制度を導入していたことが発覚した。同日、この不祥事の責任を取り、スケア神が野球部の部長を辞任した。 翌日開催された静岡県春季野球大会の試合では、日本学生野球検証第13条に抵触する特待生制度を利用していた部員が試合に罰することを回避するため、主力選手7名を交代させて出場する事態となった。翌月2日には、校長の吉村浩二が、高野連に対し、野球部員17人が検証に抵触すると判断したと報告し、 校長水からこうやれに対して謝罪した。2006年12月、取材に訪れた毎日新聞記者に対し、野球部監督の森下智之が、次はクリスマスイブの日にホテルを取ってから取材に来てよと、要求した上で、野球部のクリスマスパーティーが、あからそれに出て、その後二人で抜け出そうなどと発言した。記者が、業務都合で無理だと繰り返し断り、自分には、 恋人がいるとも重ねて説明したが、森下は、静岡の男は俺に決まりだ。もう一度俺に恋をさせてくれ。仕事なんかいいじゃないかと苦しい要求した。さらに、森下は記者を飲食店やカラオケに誘い、記者に対して腕を組んだり手を握るなどの行為を行った。記者に拒まれると、森下は、恥ずかしがり嫌だなぁと述べた。 記者から相談を受けた毎日新聞社静岡支局の支局長は森下に近づかないで取材を行うよう指示した。記者はその後も菊川高等学校の担当を続けたが森下の関係者側からちゃんと女性の武器を使って監督の近くに行って取材しなさいと要求された。記者はその後も菊川高等学校の担当を続けたが2007年春の 選抜高等学校野球大会の後に倒れ、一週間点滴を受ける状態となった。その後、この記者は医師により、打つと診断され、2007年8月から休職した。2007年、甲子園球場のアルプススタンドにて、第79回選抜高等学校野球大会を取材していた毎日新聞記者に対し、徳派学園菊川高等学校の職員が、 大阪で飲みに行こうよと発言した。さらに、特待生問題が発覚したことから、記者が学校職員を取材する機会が多くなったが、職員は頻繁に電話をかけ、記者に主席を共にするよう繰り返し要求してきた。2007年夏の第89回全国高等学校野球選手権大会に出場した際、野球部が宿泊したホテルに、 菊川高等学校担当の朝日新聞記者も宿泊していた。すると部員の一人が記者の部屋のドアをノックし、ドアを開けた記者に対して自らの正規をしごいて見せた。恐怖を感じた記者は上司に報告し、上司が選手に対し、そんなことをしてると試合出られなくなるぞと一括し、記者を別のホテルに移した。しかし大会終了後も同部員から記者に対し必要に、 卑猥な電話が繰り返され、記者が着信拒否しても、同部員は公衆電話や他の電話を使うなどして電話を続けた。記者は2007年秋から休職し、2008年現在も治療中である。週刊文春の取材に対し、野球部監督の森下智之は、毎日新聞記者の問題について休職されたということは校長から聞いていますが、 原因は思い当たらない。出席で一緒になることはあったと思うが、手を握ったり、セクハラしたことなど、一切ありませんと反論している。また、朝日新聞記者の問題については、記者と選手のことなど全く知らない、寝耳に、水と主張している。日本高等学校野球連盟、高野連で理事を務める田辺和弘は、これらの問題に対し、聞いていないとした上で、 事実じゃなければ名誉毀損じゃないですかとべた。2008年5月、週刊、文春が、菊川高等学校における性的嫌がらせの問題を報じると、日本高等学校野球連盟理事の田辺和弘は、静岡県高等学校野球連盟へ、静岡県高野連に対し事情聴取を行うよ、指示した。それに対し、床派学園菊川高等学校校長は、 事実と違う部分もある。高野連や学校本部の指示も仰ぎながら慎重に対応するとコメントした。2008年5月13日、高野連は、静岡県高野連理事長、不祥事発生当時の校長、徳派学園立花高等学校校長、現校長から聴取を行った。校長らの説明によると、 2007年8月の時点で学校が毎日新聞記者の問題について事情聴取を行っており監督はその際不快な思いをさせたとしたら大変申し訳ないと謝罪していたそのため毎日新聞社静岡市局の市局長に対し当時の校長が謝罪していたさらに部員が朝日新聞社の記者に卑猥な電話をかけた問題についても 学校側は事実関係を認めた。事情聴取後の会見で、高野連会長の脇村晴夫は、セクハラという言葉の解釈はあるが、迷惑をかけたということは確認したと述べた。学校は、監督を、謹慎処分、部員を校長訓戒処分とすると報告したが、脇村は、学校サイドの謹慎処分を了承したと語り、高野連としての追加処分は行わず学校側の、 処分を認めると決定した。記者会見の席上、校長は監督の行為について、セクハラと取られても仕方がないと述べ、女性記者に不快な思いをさせたのは事実。大変申し訳ないと謝罪した。また、部員の行為についても、校長は不快を感じさせる電話をかけたことを認めた上で、部員も深く反省しているとしたが、この件は今回報道されるまで知らなかったとしている。 森下の禁慎処分に伴い、野球部部長のスケ真シンが臨時監督に就任した。しかし、禁慎処分となっていた森下は同年中に復帰し、それに伴い佐野は再び部長に就任した。2010年5月、野球部の寮で部員による集団暴行事件が発生した。2年生部員複数名が1年生部員を強制的に正座させた上で繰り返しを出するなど、 暴力を振るっていた。また、二年生部員らは、この集団暴行を、ミーティングなどと称していた。捜査に当たった菊川警察署は、翌年9月に複数名の部員を、静岡地方検察庁浜松支部に、書類送検した。静岡地方検察庁は、複数名の部員を、静岡家庭裁判所に送置した。なお、床派学園菊川高等学校は、 2011年4月に、なるまで高野連に報告せずにいた。この事件に対し、高野連は、床派学園菊川高等学校を2回にわたって、中処分とした。2011年10月、教頭は、暴行は事実と発表した。なお被害者はいじめにあったと訴えて、不登校になったが、教頭は、高野連から指導を受けたことは事実だが、いじめではない。 中身については答えられないと主張した上で、生徒のプライバーに関わることなのでコメントできないと発言している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。